はい。ということで、今日はですね、素敵な2人のゲストを、お呼びしています。はい。染谷由美子ちゃんと西谷陽子ちゃん、丸代ちゃんですね、2名に今日来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お二人ともね、ほんとすごい忙しい中ね、ちょっと時間を作ってくださって、由美ちゃんはね、この後、またちょっと途中で出なくちゃね、いけないんですけれども、ほんとお昼休みの時間を使ってですね、来てくださってありがとうございます。はい、じゃあまず最初にね、ゆみちゃんに聞いてみたいなと思うんです。まず簡単に自己紹介お二人にお願いしてもいいですかね。じゃあゆみちゃん、まりゅ、あ、まりゅ、ゆみちゃん、まりゅちゃんの順番で自己紹介お願いします。はい、埼玉県在住の染谷由美子と申します。仕事は、内装、ハウスメーカーの内装の会社の、経理をしています。あと、ファスティングも少し教えています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まるよちゃん自己紹介お願いします。はい、岡崎、間違えた。愛知県岡崎市に住んでます、西谷陽子です。マリオちゃんって呼んでください。私はですね、24ダイアリーという手帳をこのライブをきっかけに作らせてもらいました。あとですね、昨日ドリームプランナーのコーチの試験を合格しました。やったー。おめはでい、とうということで、ありがとうございます。ございます。今、ノリに乗ってるね、マリオちゃんですね。なんかね、応援のメッセージ来てますね。よろしくお願いします。とか、ハチハチハチって拍手とかですね。ユミちゃんとか、たくさんメッセージ来てますね。ありがとうございます。なんかね、ここでもまた応援のパワーを感じたなぁ、なんて思うんですけれども。決めたら動くってね、いう話、分かっちゃうけど、できないんだよなーって方ね、やっぱすごく多いと思うので、ゆみちゃんが実際に体験した話、ちょっと聞かせてもらってもいいですか？はい。私、ドリームプランナーお世話になって、8月で一応卒業だったので、このまま卒業しようと思ってたんですけど、コーチ講座があって、それすごくお高くて、私にはちょっと無理だなってずっと思ってたんですけど、いろいろお話を聞いてて、もっと潜在意識のことも知りたいなとか、あとドリームプランナーすごくいいからいろんな人に教えたいなって思って、もう迷って迷って、でも、えいって申し込んだんですね。そしたら、それが8月なんですけど、そしたら9月になったら、臨時収入が、少しずつ入るようになって、最初1万円、次10万円。で、最後に、父が、車を、古くて購入しようと思ってたんですけど、頭金がなかなかなくて買えなかったんですけど、父が半分払ってくれるっていうことで、もう、コーチ講座以上のお金が、1ヶ月で入ってきました。すごーい。すごすぎます。まさかね、その入るときには、ね、入る当てがあるから入ったわけじゃなく、迷いに迷いって、どうしようって、ね、十分あったわけじゃないけど、決めたら起きたんですね。はい、そうです。なんか、どんな気分でしたか？なんかすごい不思議な気分で、その1ヶ月はなんかいろんなミラクルがあって、父と母と旅行に行ったんですが、旅行行った先でも、普通のお部屋を取ってたんですけど、一番豪華な、もうめちゃくちゃ豪華なお部屋がちょっと空いていて、そこになんか泊まれることになってとか、なんかね、すごいミラクルがたくさんあった月でした。すごーい。お金だけじゃなくて、部屋のランクアップがあったりとかもしたと。いやー、すごいですよね。なので、一番最初に応援のパワーなんていうのもあったんですけれども、やっぱりなんかこう、理屈じゃないところで、その応援のパワーがふわーっと動き出すというかね、それをまさにね、ゆみちゃんは体感したんだなって思いました。ありがとうございありまがとうごす。ざいます。コメント来てますよ、来てますよ。すごいって。ありがすとうごございいます。ですよね。ありがとうございます。みーちゃんすごいですって、すごいですねって、なんていうミラクルがあって。で、この時に、でも、この人だからだなって思うのか、いや、だったら私も可能性あるかもって思うのかによって、それが本当に起きるか起きないかっていうのはね、また変わってくるんですよ。なので、冒頭にも言ったように、いやー、すごい、よかったねーって、本当に、こう、
いや、内心ちょっといいなっていう、いいでしょ、羨みがあっても、よかったねって、とりあえず言って、次私の番って思っとくと、その応援の循環、エネルギーがね、していくので、ぜひそんな風にね、受け止めてもらえたらいいなと思います。いやー、素敵な話、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごいですね。なのでね、この話をぜひね、皆さんに聞いていただきたいなと思って、すごくね、お仕事の合間で忙しい中にね、ゆみちゃんに来ていただいてね、本当に素敵な話ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、もし、そうね、なんか最後まで入れないとあれなので、なんだろうな、なんかこう迷ってる人とか、決めれない時ってあるじゃないですか。その時、ゆみちゃんは、そういう人たちにどんなメッセージ投げてあげたいですか？この経験を通じて。そうですね。お金が絡んでくると、もうめちゃくちゃ迷うと思うんですけれども、うん、それをやった先に自分がどんな状態であるかなとか、うん、人に役に立つかなとか、私はその時考えたんですけど、うん、自分がこうドリームプランナーやってきて、めちゃくちゃ人間関係も良くなったし、いろいろ変わってきた中で、まあ、最後決めた時はまだお金はあんまり動いてなかったんですけど、もう決めたら動くんだなってすごい実感して、で今ちょっと発展途上なんですけど、会社の方も業績が上がってきたりとかしているので、まだこれからどんどん変わっていくんじゃないかなって思ってたので、えいって飛び込んでみるのも、こう不安じゃなくて、うん、私は楽しむっていう感じで、うんうん、飛び込んだらきっと変われると思います。ああ、いいですね、いいですね。もう楽しんで、えいって飛び込んじゃえみたいなね、感じなんですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一人ね、マリオちゃんにも聞いてみたいなと思うんですけれども、マリオちゃんにもね、ミラクルが起きてるので、ぜひ聞かせていただきたいなと思うんですが、はい。いやもう、なんかもうありすぎてどこから話そうって感じなんですけど、うんうん、まず本当に大きなきっかけになったのは、まさにこのライブに自分が参加したとして、ゲストではなくて、このライブに、なんだ、見る視聴者として参加した、初めて参加したのが大きなきっかけだったんですよね。その時は去年の12月で 5days チャレンジというライブ で、その4日目の予祝をするっていうのを宿題で、課題で頑張って提出してたんですよ。で、そしたら予祝になんか手帳作れた、やったーみたいなことなんか書いたんですよね。で、そしたらなんか私はその時はまだ手帳作れるなんて何にも動き出してなかったんですけれども、その次の日に、お付き合いさせてもらってた企業さんからクラウドファンディングやりましょう、僕がスポンサーとしていくらいくら出しますからって言って後押しをしてくれた話が舞い込んできて、なんだとこのタイミングっていうのをすごく思ったことがきっかけでした。なるほど、ありがとうございます。もう昔からね、手帳が好きで手帳を作りたくて、手帳で人生を変えられるって思ったマリオちゃんですが、ね、前に聞いた話だと、まあ、実際に自分のね、これ作ろうと思ったらめちゃめちゃ高くなってしまう、はい、無理じゃんって言って一回お蔵入りした夢が、なんとここに来て予祝をしたらそんなことが起きたと。すごい拍手来てますね。わあ、嬉しい。すごい。ね、あとさっきのゆみちゃんの話にもね、えいって飛び込んで楽しむんですねってね、そう、楽しむってね、ポイントかもしれないですね。うん。もちろん不安もあるけど、楽しむ方にフォーカスを始める。マリオちゃんのミラクル始まるよって、えいって、まあ、拍手の嵐ですね。すごいすごい。はい、ありがとうございます。なんですね。でね、なんか、お金って、やっぱ自分で何とかしなきゃいけないとか、ね、お金がないからできないとか、思う人ってね、結構いると思うんですけれども、どうなんですかね？別に自分じゃなくてもね、可能性すごくあるっていうのはね、今回、まるおちゃんがね、体現してくれたんじゃないかなと思うんですけれども、なんか、もともと作ろうとした冊数から、今どんなになったかちょっと聞いてもいいですか？はい。もともとは私が、周りにいる女の子たちに向けて50冊作る予定で、だったんですよね。で、まあ、見積もりを取ったら、自分で作ろうと思ったら、1冊の原価が6000円っていうことで、うわー、これ個人レベルでは無理だなって思ったことがきっかけだったんですけども、まあ、クラウドファンディングやったら100冊まで
ていけるかなっていうところまで見えたんですが、うん、もう思い切って1000冊っていうことを決めたんですけども、自分の中で思いっきりブレーキがあって、いや1000冊掲げたらこれ結構しんどいんじゃないかなってすごく思ったんですよね。まあだからちょっと妥協して500行こうかなって、クラウドファンディングやってる最中もその不安とのせめぎ合いで、もうどうしようどうしよう、どこまで妥協するかって思ってたんですが、確かその最中にもまたこの、ライブに呼んでいただいて、その際に幸子先生が、マリオちゃんなら1000冊できますって言ってくれたんですよね。その応援の力が働いて、あ、そっか、なんかできそうな気がするって思って、まあ、50冊の予定が1000冊今作ることができました。おめでとうございます。最初は50ぐらいできたらいいな、でもそれさえもできなかったにもかかわらず、なんと今は1000冊って何倍って感じですよね。はい、わー、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、そろそろ由美ちゃんがね、ここを出なきゃいけない時間ですよね。今日は、はい、うん、貴重なお時間ね、出てくださってありがとうございます。ありがとうございました。はい、よかったらですね、由美ちゃんの話、そしてマリオちゃんの話よかったって方ですね、いいねマークやハートマークですね、もしくは8パチパチの8とかですね、やっていただけると嬉しいなと思います。ということで、まずは由美ちゃんだけね、一回これで、はい、退席になります。由美ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。はい、あ、来てますね、来てますね、コメントね。はい、千冊ってすごいとか、ハートマークありがとうございましたってね、はい、ありがとうございます。いや、もう本当にね、大激震ですよね。はい、うん。そして今全国で行っている手帳総選挙の話もよかったらね、ぜひ聞かせてほしいなと思うんですけれども。はい、まあ、手帳総選挙っていうのがあるっていうのをクラウドファンディング中に聞いて、またいろんなご縁をいただいた中で、なんというイベントがあるんだって、じゃあまずはそこにどうしたらノミネートしてもらえるんだろうっていうところから、まあありがたくも本当にいいタイミングでノミネートしていただいて、で、まあ全国でやるんだったら、まあ、全国行こうと思って、その会場に全部回ろうと思って回ってきました。で、そうですね、その全部で7都市回ってきて、その6都市やが、まあ、断トツ、ぶっちぎりの1位をいただきまして、1位。でも本当にまだね、終わりたてほやほやの銀座でですね、銀座が、後半日程が追加されたんですよね。もともと予定が、調整中だった、コロナの関係で調整中だったのが、もう最後に銀座が入りまして、で、ちょうど27、28、この間の土日にありまして、最後の会場として。で、まあそこで、なんと、手帳の販売もさせてもらい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まさかのまさかですよ。そしてですね、銀座店、まあ、それを機に、まあ、限定カラーを作ろうと、一週間前にひらめき、一週間前に用意をして、三日前に全部完成させ、もう、担ぎで銀座に行きました。もう、この分、完売です。すごい、おめでとうございます。本当にすごいミラクルをいただき、でも、うん、銀座店さんもびっくりしてですね、東急ハンズの銀座店なんですけども、うん、びっくりして、もういい場所に置きますからみたいな感じで、はい、でも早速追加注文でまた20冊注文してくれて、でもうすでにですね、お取り寄せの問い合わせがもう入ってるということで、はい、もうそんなミラクルをね、いただいております。素敵なグリーンですよねとか、ありがとうございます、そうですよねとか、ね、はい、本当にミラクルとかですね、銀座で限定カラー完売みたいなね、本当に本当にすごいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に、これこそまさにもう一人の力じゃないですよね。はい、もうマリオちゃんもすごいけれども、もうマリオちゃんを応援するパワーがこれをね、起こしてるなってすごく思います。はい、私もね、その手帳をね、使わせてもらっていて。ありがとうございます。はい、あ、お揃い。お揃いですね。お揃いですね。そう。なので、これこそが、もうある意味ミラクルでもあり、この応援のパワーでもあるんですよね。それが、でも、マリオちゃんだからできるんでしょうって思ってたら、この応援のこう循環がね、途切れてしまうんだけれども、いや、すごいね、マリオちゃんならできるよって言ってると、こう、それがまた回り回って、今度はあなたの元に行ったりとか、で、次の人の元に行ったりとか、もうそのなんか循環していくんですよね。なんか私、今回のこの一連の流れを受けて、すごく感じたことがあって、なんかなんだろうな、
努力の範疇を超えることが起きることがすごく増えて、ね、そしてもう本当に幸子さん、幸子先生はじめ、ドリプラのみんなが本当に応援をしてくれて、で、私と関わる人たちが本当に応援してくれる中で、その人たちの、なんだろうな、力をもう信じることができるようになった。なんて言ったらいいのかな。なんか不安って絶対あると思うんですよ、人って。絶対。私もまだあるし。でも、その不安の奥にある、なんていうのかな、自分では気づいてない本当に持ってる力、なんかもうここで言うとね、まあ、せっかくなんで、まあ、潜在意識の持ってる力って言ったらいいですかね、だからそれを本当に信じることができるようになったので、何か不安でもやりたい、でも不安って思ってることをもう大丈夫って、絶対大丈夫って思える自分がなんかいます。あー素敵、そうなんですよね。不安もね、正直出るんですよね。チャンスとか、あ、大事なことがまさにできるってなった瞬間に不安って、やっぱり誰しもどんなすごい人でもあるんだけれども、でもそれを上回る信じる力があると、このようなね、ミラクルがね、起きるんだなって思いました。でね、その不安な気持ちって、まあ、脳科学的にも間違いなくもう誰しも起きてしまいます。なぜなら脳ってね、すごく変化を嫌うという特性を持っているので、何か大きな夢が叶うとしたら、それは大きな変化じゃないですか。やっぱり怖さは出るんですよ。それがどんなに自分が望んだことであっても。やばい、やめとけばよかった、みたいなね。でも、一人だと、もしかしたらその不安の波にね、飲まれてしまうかもしれないけれども、応援のパワーが、あ、大丈夫ってね、やっぱり自分を信じる力にもなり、仲間を信じる力にもなっていくのかな、なんて思います。不安の奥にある潜在意識の力、絶対大丈夫って思える、すごいですってね。ありがとうございます。なので、私ですね、他のこのライブでもね、ちょっとお伝えしたことがあるんですけれども、何かやりたいけど、やっぱり迷うなって時ってあるじゃないですか。はい、その時はね、ぜひこの言葉をね、言うといいよっていう言葉があるんですけれども、それは何かというと、もう迷ったら GO だと。はい。迷ったら GO ってことを合言葉にしとくと、実はすごく運気が開きます。で、なぜかっていうと、いやでも迷ってますってあると思うんですよね。でもじゃあ迷えてる状況なんですよ。迷うことができる状況になっている。どうしよう、怖いけどやろうかな、どうしようかなって時は、まずやりたいって気持ちが前提にあり、それでやろうかどうしようかっていう、こう迷うことができる状態。本当に自分に全く無理だったら、多分人は迷いません。あ、それ無理ですってね、多分諦めると思うんですけど、迷うってことはやりたいし、やれる可能性もあるし、あ、でも怖い。だから迷うんですよね。なので、もう迷ったらGOって決めとくと、やだーって思いは出るとかもしれないけど、GOすると未来が開けていきます。丸代ちゃんはまさにね、その迷ったらGOをね、やってるんじゃないかなーなんて思うんですけど、どうですか？そうですね、なんかなんとかなるかなみたいな。なんとかなるかもねみたいな感じで、なんか結構、無謀にゴーしてる気がします。迷いまくりでゴーゴーしてます。無謀にゴーした結果、今どうなってますか？いや、大きく開けました。こんな未来が1年前あると思って、うん、思いも想像つかないですよ。びっくりしてます。いや、こんなに行動するって、こんなにも自分を未来に連れてきてくれるんだな、思い描く以上のところに連れてくれるんだなって、すっごい実感してます。すごい。いいですね。そうで、こういった輝く人を見るとですね、脳はね、ミラーニューロン効果って言って、近くにいる人をね、コピーしようとするんですね、無意識のうちに。なので、例えばネガティブで愚痴ばっかり言ってる人の集団の中にいると、つい自分もネガティブに愚痴ばっかり言いたくなっちゃうけれども、例えばこうやってキラキラ輝いてるまるちゃんのそばに行くとですね、脳が勝手にコピーしだして、じゃあ私も迷ったらGOやっちゃおうみたいなね、になっていくので、やっぱり誰といるかっていうのもね、すごくね、大事なんですよね。お、いいですね。迷ったらGO。面白いですね。無謀にGO。無謀でもGOしちゃっていいんですね。そうなんですよ。GOできるってことなんですね。GOできるってこと。本当にできないときは、残念ながらGOを使用にもできないけど、無謀にもGOができるっていう、なんかギリギリのラインを、なんか、ね。でもGOすると人生って開けるんですよね。本当にすごいってね、貴重な話をね、聞かせてくださって本当にありがとうございます。はい、もうなんかね、
聞いてるだけでも胸が熱くなってくるなぁなんて思うんですけれども、はい、あと丸代ちゃんね、もう一緒に今お金の引き寄せの講座ね、学んでいるんですけれども、どうですかね、お金に対するなんかこう感覚変わった点とかありますか？私お金さんが、うん、なんだろうな、私は働く、お金って労働に対しての対価だとずっと思ってたんですけれども、うん、なんかそのためだけのものではなくて、なんか大きなエネルギーなんだなっていうのをすごく感じるようになって、うん、お金もエネルギーなんだと思ったら、うん、なんか不安が少し減ってきた。うん、なんて言うんだろう、うん、エネルギーだって思えたら、うん、あ、じゃあなんか来るなっていう感覚がすごいあるっていうか、なんだろうね。いや、でも本当になんでこのタイミングでこのお金が入ってくるんだろうっていうことを何度も経験しているので、決して私お金があるわけじゃないんですよ。何を隠そう、9月は収入ゼロになっちゃったんで、どうやって支払いだってすごいあるのに、どうやって払ってきたかわかんないけど、なんかお金来たんですよ。だからお金って本当にエネルギーなんだなっていうのを。なるほど、なるほど。ね、お金があるから不安じゃないんじゃなくて、なんかこう循環するなとか来るなっていうのを今感じてるから、そんなに不安じゃないって感じね。そうなんですよ。全然今財布に多分300円ぐらいしか入ってないですけどね。でも全然不安じゃないって、これも不思議だなと思って。なるほどね。例えば300円しかないな見て、あ、どうしよう、どうやって切っていこうと思った、まさにそれは欠乏感になるし不安になるし、どうしようと思うけれども、なんか今オーラしてますもんね。はい。どうやって来るんだろう、お金さんみたいな。今度いつ来るのみたいな。いつ来るのかな、たくさん手つないでやって来るのかなみたいなね、本当そんな感じです。あれもやりましたよね。その、ドリームイメージとか、その、ね、イメージを絵にしていくっていうのがあったときに、まるちゃんはお金さんがね、まず自分のところにやってくる絵を描いたりとか、ね、それを大群にして、一枚じゃなくて大群にして押し寄せる絵を描いたりとかね、もありましたよね。はい。なんか本当に不思議とね、描いているとやってくるんですよね、お金さんが。なんかちょっと、私新しく描き直しちゃったからこっちに描いてるのかな。本当びっくりするぐらいお金さんにね、描くとね、やってくるんですよね。なんかこれ最近の、ちょっと日常の方に描いてるお金さんなんですけどね。なんかこれ描いたら旦那さんの給料が未払いだったのが発覚し、なんか数十万入ってくるっていう。私に起きないけど家族に起きるみたいな。すごいすごい。そうなんです、ね、今ね質問が来てるので、ちょっとよかったら教えていただきたいんですが、質問ですが、まりおちゃんにはお金に対するブロックはありましたか？その中でお金はエネルギーと感じるようになったのは感じるようになったのでしょうか？いや、ブロックめちゃくちゃありました。私はなんかお金に対してどんなブロックがあったかっていうと、稼げることができない、うん、私は稼ぐことができない。なんていうかな、ずっと舞台をやってて、で、収入って本当になくて、アルバイトをずっと何個もやって、もう結構厳しい状態で、私が稼ぐことができないんだっていうのを、無意識のうちにたくさん刻まれたものがあったので、なんだろうな、なんかそれがすごく強かったです。なので、なんか収入を得ることがものすごく罪悪感を感じてたんですよね。そういうブロックがすっごいありました。なので、労働、働くことに対してもらえるもの、だから私はまだまだ働きが足りないんだって。すごく自分には力がない。だからお金が入ってこないんだ。っていうのをすごく刷り込んでました。なるほど。はい。それが変わった一番大きなきっかけは何だと思いますか？ですね、マインドセットだと思うんですよね。ドリプラでやってるマインドセットで。なんかそこで自分の中でお金に対するブロックっていうものに気づいた。もともとブロックとかいう意識も概念も全くなかったんですよね。そうですね。ね。無意識の中でもブロックがあったりしますよね。それに気づいてそれを書き換えられるんだって思った時に、なんかお金って、なんか働いてるから来るっていうことではないんだって思ったんですよね。なるほど。いいですね。ブロックが外れると、ね、本当にその外れた現象が現実してやってくるんですよね。はい。あ、すごい、ありがとうございます。今ね、私も稼げない、私も感じてますって言うんですけれども、まず感じてるってことは、まずファーストステップは出てるなと思うんですよね。あ、ブロックがあるって気づけてると。そしたらやっぱそれをどうやってこのブロックを解消していくか、マインドセットやっていくとね、本当に変わりますよね。
で、マインドセットのやり方も、まあ、いろいろあるんですけれども、今回はちょっとお金に特化した、ね、ブロックの外し方をね、一つみんなでやっていこうかなと思っています。じゃあ今日ですね、本当に素敵な話を聞かせてくださったマリオちゃんに最後に一言ね、こう見てる皆さんにメッセージいただけたら嬉しいなと思います。はい。私は、この、聞いてくださってる皆さんの、その潜在意識の力が、すごい力を持っていることを、すごく実感しています。だから、やりたいこと、絶対かなと思います。迷ったら、ゴー！無謀でもゴー！追加されましたね。はい、ありがとうございます。ということで、ですね、いつも私が掲げている、We are Dream Planner でね、今日を終えていこうかなと思います。ちょっと今すぐ画面が出てこないので画面開けそう。はい。私たちは、ね、自分たちで夢を描いて、ね、今やりたいことがわかんないって人ももうぼんやりしながらでもいいので、描いて、そして叶えていけるんだっていうのをね、思いを込めてやっていきたいと思います。そして、明日でね、3Dチャレンジ最終日になりますが、明日はこの時間帯と、あと夜ですね。夜は、ズーム、皆さんの顔が見えるような状態で、ズームで、表彰式と予祝会をしていきます。表彰式はですね、本当にこの 3Dチャレンジでチャレンジした方に、あ、この人にぜひね、MVP 賞あげたいなという方に、ぜひ私は、まあ、今年最後のビッグプレゼントとして渡したいと思ってますので、ぜひリアルタイムで参加していただけたら嬉しいなと思っています。はい。ということで、We are Dream Planner で今日この時間をね、締めていきたいと思います。じゃあ、まるよちゃんも一緒に、せーの、We are Dream Planner! はい。ということで、今日もありがとうございました。最後にですね、はい、メッセージもありがとうございます。幸子さん、まるよちゃん、ありがとうございました。ということで、ありがとうございます。明日もこの時間、そしてあと夜ですね、お会いしたいと思います。さよなら。さよなら。